東京大学の法医学の教室の、法医の先生なんですが、その人を訪ねてですね、面会して、その当時の司法解剖に関する資料に基づく死体検案書っていうのを、遺族の人が新たに取得されました。直接の死因はですね、具体的には失血及び右結胸といって、それが死因だと。失血は血がどんどん出ちゃうということなんですけれど、右結胸というのは要するに、この肺のところに血が溜まってってしまって、息ができなくなるというようなことなんですが、そういう形で死因が認められるということで、先生に聞いたところによると、やはり自殺とはちょっと言えないんじゃないかというような話をされていたということのようです。